プロとして活動させていただいてた。借金1800万押し付けられてたんですね。集団リンチまで、発展する。はいどうも、収益自動化くん、辰巳です。今日はですね、自己紹介の動画ということで、なぜこういうのを撮るかというと、まあ今までね、僕のことをツイッターとかで知っていただいてた人とかも、まあこのね、動画をきっかけに僕のことを知った人とかね、いろいろいらっしゃると思います。ということでですね、まあ僕ね、昔からこう陰キャでいじめられっ子だった時代とか、なんかプロミュージシャンになってた時代とか、まあサラリーマンやってた時代もあって、で今は収益自動化くんとしてね、活動してるんですけども、まあ、どういう流れがあってね、こういうことになったかっていうお話を今日はします。でこの動画ね、別にずっと見とく必要なくて、ラジオ感覚でね、流していただければと思うので、その辺はね、何か用事をしながら、やっていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。今日の、動画の内容はこんな感じです。まあね、今までの経歴を、長々と喋るんですけども、これね、最後に、めちゃくちゃ伝えたいことがありますので、そこだけ見たい人はそこまで飛ばしてもらって見ていただいてもいいですし、まあ、できるだけね、この動画は最後までね、見るようにしてください。ではね、1つ目、今何やってる人なんですかっていうことなんですけど、まあ肩書きがね、収益自動化くん、辰巳っていうことなんですけども、まあ収益自動化とはどういうことかというと、まあ、自分がね、働かなくても売り上げが上がる状態を作り上げて、まあ好きなことをしたりとか、他のね、自分のやりたい仕事とかだけしてね、生活してるような状態の人です。昔ね、プロミュージシャンとしてやってたのもありますし、そういった音楽の仕事とか、まあ、趣味でね、ドラムをずっと叩いたりとか、そういったことをしてます。で、2つ目、もともと何やってた人なんですかっていうことなんですけど、まあ、さっきね、ちらっと言ったんですけど、プロミュージシャンをしてましたと。プロミュージシャンってどんな感じやったかって言ったら、僕ドラムをやってるんですけど、それで、20歳ぐらいの時から、3年間ぐらい、プロとして活動させていただいてたっていう形ですね。で、もう3つ目いくんですけど、で、ここからは僕の学生時代のお話をするんですけど、僕もともと陰キャでいじめられっ子やったんですよ。でこれどういうことかって言ったら、私立の中高一貫校に、行ってたんですけど、まあ、そんなん関係なくですね、やっぱりこういじめっていうのもあって、でどういう、まあ、人間だったかというと、もともと結構内気な性格で、まあ、今みたいにね、こうやって情報発信とかしたりとか、カメラの前で喋ったりとかできるような人間じゃなかったんですね。まあ、言ったらラノベとか見たりとか、アニメ見たりとか、ゲームばっかりして、楽しんでるような少年だったんですけど、当時ね、太ってたんですね。太ってたがゆえに、それだけでいじめられるっていうことが中学2年生の時に、始まりまして、まあ、最初はですね、まあ、簡単な優しいやつ、普通に消しカスとかが後ろから飛んでくる程度の、やつで済んでたんですけど、いじめっていうのは3年間続いたんですね。高校1年生の終わりぐらいまでずっと続いて、それがまあどんどんエスカレートしていくわけですよ、もちろん。で最初はまあ消しカスみたいな話してたんですけど、まあ、途中あたりからですね、こうバシバシとこう肩パンとかやられるようになったりとか、まあ、そんなね、ことがあって、まあ、最終的にどうなったかって言ったら、集団リンチまで、発展するっていう感じですね。で、集団リンチって言っても、まあ、クラスメイト全員が敵っていう感じで、もうほんとすごいですよ。最初2、3人からいじめられてたのに、まあ、最終的にこう何もなかったかのようにこうクラスメイトがいじめてくるみたいな感じですね。教室のロッカーとかに閉じ込められたりとか、まあ、そんな経験もしましたし、本当に地獄のような時代を過ごして、結果ですね、こうドラゴンボールのベジータみたいなこう M 字ハゲになったんですね。でそういう悔しい状態を、まあ、過ごして、でそのね、いじめっていうのが高校1年生の終わりから、まあ、高校2年生ぐらいの時にね、終わったんですけど、そのきっかけっていうのは自分がイメチェンしたっていうのがきっかけで、そこまではですね、自転車競技部っていう、その自転車競技ですね、競輪とかロードバイクとかね、あると思うんですけど、まあ、そういうね、運動部に入ってたわけなんですけど、まあ、やっぱり運動に熱中してるんで、まあ、ファッションとか髪型とかもどうでもよかったわけですよ。なのでそういったところに気をつけるようになって、イメチェンしてですね、本当に死ぬ気で髪型の勉強したりとか、服の勉強とかして、若干ね、良くなった段階でいじめがなくなりかけてて、で、僕に、高校2年生の時に初めて彼女ができたんですね。でその時にみんなね、見直してくれたというか、手のひら返してですね、まあ、人気者になるっていう感じになりました。結局その後どうなったかって言ったら、僕は軽音楽部に入ります。それがプロミュージシャンになるきっかけになったんですけど、まあそこからですね、僕は浪人します。
もともとその放射線技師になるために専門学校に行く予定だったんですね。これどういうことかって言ったら、僕母子家庭なんですけど、医療の専門学校に、親に行きなさいっていう風に言われたんですね。これなんでかって言ったら、親が、とある病院の、院長に、雇ってもらってて、そこの、放射線技師の、枠が空いてるっていう感じやったんですよ。なので、一応その専門学校に行って、放射線技師の資格を取ったら、そこでコネを使って働けるっていう感じだったんですけど、当時の僕はですね、全然やる気がなくてというか、別にやりたくてなろうとしたわけじゃないんで、医療の専門学校にですね、受験が3回あるんですけど、それ全部落ちるっていうね、ことをやらかしまして、親に大変な迷惑をかけて、そのまま浪人をするという形です。ここから、4つ目のプロミュージシャン時代の、お話になるんですけど、これきっかけがですね、浪人してた時に外でバンドをやってたんですね。でジャンルはなんかメタルとかポップスとか、ロックとか、いろいろやってたんですね。ビジュアル系とかもやったけど、浪人してる間に外で、ドラムを叩いてた時にめちゃくちゃハマってしまって、で好きが高じて、それがそのままプロになるっていう形になったんですけど、ドラムっていうのは、こんな感じで叩いてます。はい、こんな感じですね。今のね動画とか見てもらったら分かると思うんですけど、スキーが高じたらここまで行くっていう感じで、そのまま20歳ぐらいの時にとあるね、バンドに引き抜いてもらって、プロとしての活動が始まるっていう形ですね。で、バンドもやりながら、お店とかに呼んでもらってドラムを叩いたりとか、そういうことをしながらね、アルバイトをしながら23歳ぐらいまで、過ごしてですね、その後会社員になるわけなんですけども、今日のね、5つ目のお話ですね、拘束時間12時間の社畜時代のお話ですねをしていくんですけど、これもう僕がねサラリーマンになった理由っていうのは、当時の価値観としてはやっぱり普通のね、人生を歩んできたというか、一般家庭に生まれて一般的に育って、そのままね進学とか進められてきたわけなんで、何も知識がないわけなんですね。なので僕の当時の価値観としては、サラリーマンになって給料をねもらうっていうことが一番の安定かなっていうふうに思ってたんで、サラリーマンになるために就活をしだすわけなんですね。一社だけ行ってみたいかなと思う企業が見つかったんで、面接受けさせていただいたら、なんと通ったんですね。で、その通った後楽しいわけですよ。研修とかもね、大体1ヶ月ぐらいあるやつを半月で終わらせたりとか、それぐらいスピード感ね持って、成長できたわけなんですけど、結局きつかったんですよ。何がきつかったかって言ったら、結構肉体労働というか、車を運転したりとかしてねする仕事だったんで、結構体力を奪われるというか、40歳50歳になってもやり続けれるかなと思った時に、ちょっときついかなと思い始めたんですね。しばらく働いてみて、土曜日の出勤も隔週ぐらいだったし、1日だいたいね拘束時間が12時間ぐらいなんですよ。朝5時ぐらいに起きて、7時ぐらいに出勤して、だいたい夜の7時とか、夕方6時とかにね終わるような感じだったんですけど、これこのまま続けてても、裕福にはなれんなというか、ここで告白するんですけど、親父にねこう借金1800万押し付けられてたんですね、その時に。これどういうことかって言ったら、それが原因で離婚したんですけど、家族に黙ってですね、親父がギャンブルとか、競馬とかだと思うんですけど、借金をしてて、でそれが800万あったと。であと家のローンが1000万残るというふうに言われたんで、言ったらですね、1800万、こっちにねのしかかってくるっていうような状態で、お前が払えみたいな感じで言われたんですね。なのでサラリーマンやってるだけじゃ結構こうきついんかなと思い始めたんですね。で、その時に副業に、興味が出始めたんですけど、それがですね、だいたいサラリーマン始めて半年ちょいぐらい経った時なんですね。でツイッターを見てたら、月収1000万の19歳っていう、プロフィールのツイッターの人が出てきて、でこれ見てたらですね、なんかマカオに、金融の勉強しに行ってたりとか、なんか香港に出張行ってたりとか、すげえなと思うわけですよ。で全身ブランドものみたいな感じで、当時のね一般的な家庭で育った僕からしたら、ブランドものをね身につけてるイコールもすごいみたいな、もうお金持ち、ザ・お金持ちみたいなね印象だったんで、やっぱこう惹かれるわけですね。でその人、LINE とかでね情報発信をしてたんですけど、やっぱりですね、これあれなんですよ、ほんまにこの人が
お金を稼いでるのかと、誰かが上から操作して、でその人は役者として動いてるだけなんじゃないかっていうふうに思ってたんですね。なのでいろいろ確かめたくて、その人がたまたま僕兵庫県出身で、兵庫県の神戸市っていうところで働いてたんですけど、その神戸にね、大阪からセミナーしに来はるっていうことで、行ってですね、それで確かめてやろうと思ったですわけですね、その人は本物かどうかっていうのを。それで見に行ったわけなんですけど、やっぱりこう見に行ったら見に行ったで、もうなんだろう、ヴィトンのマフラーしてて、スーツとかをもうギラギラな感じで、で靴はルブタンっていうねトゲトゲのやつ履いてたりとかして、でバッグもなんかヴィトンのボストンバッグみたいなめっちゃでかいやつとか持ってて、やっぱすげえなと思ってて、でセミナーの内容もですね、やっぱハキハキ喋るしめちゃくちゃ分かりやすいから、実際にねこの人は稼いでるんだろうなっていうふうに思ったんですね。なので、その人から学んでみたいなっていうふうに思ったのが、きっかけでですね、ここから6のね、話題に入っていくわけなんですけど、副業を始めてから脱サラするまでの話ですね。これがですね、その人のセミナーに、行って、その後になんか無料相談みたいなのが受けれますよみたいなお話を聞いたんで、その人のお話とかもっと聞いてみたいなっていうふうに思って、アンケート用紙にチェックマークを入れたんですね。これが、僕の下げられるきっかけになったということなんですけども、ビジネスを始めるきっかけにもなったんですね。で、その後ですね、チェックマークを入れたもんですから LINE でね、連絡が来るわけなんですよ。辰巳さん、この度はセミナー来ていただいてありがとうございましたと、次にね、無料相談を、ご希望とのことでしたので、時間をなんか2時間ほど取らせていただきますと、そういう連絡が来たんですね。なので希望日を言って、指定された場所に行くわけなんですけど、それが大阪のインターコンチネンタルホテルっていうところがあるんですけど、そこの1泊10万円ぐらいするスイートに呼ばれたんですよ。で19歳がその1泊10万するスイートに僕を呼ぶわけですよ。もう普通の社会人からしたらドキドキなわけですよね。でそこに行くと、2人いてですね、営業マンみたいな人とそのコンサルをしてくれるっていう人の、2人がいて、でそこで大体1時間半ぐらい相談させてもらって、やっぱり僕も稼ぎたいし、お金持ちになりたいんでなんとかしたいですみたいな感じで言ったら、別に教えてますよみたいな、でいくらで教えてると思いますかって言われたから、そりゃ無料じゃないよなとか思いながら、30万ぐらいですかねって言ったら、100万ですと。100万ってなるわけですよ。100万かみたいな。でも人生、変えるね、いいきっかけになるかもしれないからっていうことで、クレジットカードね、当時、枠100万ぐらいある、エポスカードを持ってたので、それで決済をしてですね、もう帰り道なんかも気が気じゃないというか、もう詐欺られるんじゃないかなみたいな、これ詐欺なんじゃないかなと思いながら、帰ってるわけですよ。ワクワク感もねありましたけど、そんな感じで、家に帰って、で、だいたいそこから地獄が始まるわけなんですけど、どういう感じかって言ったら、もう2ヶ月ぐらいでとりあえずブロックされるわけなんですけど、その1ヶ月目とかも最初の打ち合わせの時とかも僕兵庫県の神戸から大阪まで片道1時間半ぐらいかかるんですけど、それかけていってもですね、打ち合わせを飛ばれたりとか、そんな感じでほんま適当な感じなんですよ。でノウハウとかも全然渡してくれへんみたいな感じで、これちょっとやばいかもしれんって思い始めてて、で2ヶ月ぐらい経ってですね、その人の仕事を若干手伝わしてもらうみたいなところになって、それで手伝った後に、もう用なしなのか分かんないんですけど、 LINE ブロックされて飛ばれるっていう感じで、もうほぼ完全に詐欺やったわけですね。そんなね、100万さ払って詐欺られてるわけなんで、もうやばいなと思うわけですよ。もうほんま普通に生活できひんと思うわけなんですけど、それがですね、結構こう頑張るきっかけになったというか、そこからもう本当に取り返さないと人生終わると思ったんで、本気でビジネスをね独学でやり始めるわけなんですけど、で僕がやってたビジネスモデルっていうのは、アフィリエイトだったんですね。でオプトインアフィリエイトっていうのをね、検索してもらったら分かるんですけど、メールアドレスを集めるお仕事みたいな感じで、一件ね、制約ごとに、だいたい3000円から5000円で、特別単価とかだったら1万円とか2万円とかのやつもあったりとかして、当時ねそのビジネスが流行ってたっていう感じで始めたんですけど、1ヶ月目、収益0円です。で2ヶ月目、収益0円です。で3ヶ月目に、14万円ぐらいね稼いで、4ヶ月目に100万円ぐらい稼ぐわけなんですけど、その時にね、やってた作業量っていうのは、1日最低6時間副業するっていう感じでした。
まあね、さっき言ったようにサラリーマンやりながらだったんですけど、まあ拘束時間がね12時間あったわけなんですよ。まあ例えば、まあ朝のね5時に起きて、夜の7時か8時ぐらいに家に帰ってくるような生活ですね。そういうのをやってて、でその移動時間とかもビジネスに全部費やすし、あの会社の中でね働いてる時、まあ、運転してる時もあの信号待ちの時とかコンビニの、まあ駐車場とかで、スマホ触ってツイッターで情報発信するみたいなね生活をしてたわけなんですけど、まあそういうのを経てですね、3ヶ月4ヶ月ぐらいで、まあその時にアフィリエイト以外に営業とかも、経験しないといけないなということで、ツイッターで、アポイントとで100人ぐらいにね、毎月会ってたわけなんですね。で、3ヶ月、経って300人ぐらいに会うわけなんですけど、まあ、営業300人にして制約0件です。はい、まあ、そんな感じなんですよね。あの副業って本当に地獄で、最初はね売上が上がらないもんなんですね。で、まあその100万どうやって稼いだのかっていう話なんですけど、それが4ヶ月目に、営業の制約が決まって、でそれがしかも3、4件ぐらい決まったのかな。あとはアフィリエイトでも30万ぐらい稼げたんですね。でそれを合わせて100万超えたんで、まあ脱サラできるかなということで、もう念願の脱サラなわけですよ。やっぱね、話省略しましたけど、あの社畜の時ですね、人間関係にも結構悩まされたというか、上司の人めっちゃいい人が多かったんですけど、一人だけねめちゃくちゃ癖強い女上司の人がいて、あのそれがもう本当にストレスというか、もう会社で辞めたいなと思うようなね、要因の一つだったんですけど、それをね耐えながらあのなんとか、やってきて、で結局辞めることができたんですね。で幸せかなと思いきや、ここからねまた地獄が待ってるんですね。で、ここからが、7ですね、脱サラしてからの、お話なんですけど、ここがまた地獄でしたということで、まあ、何が地獄だったのかというお話からするんですけど、まあ、結論から言うと、もう労働地獄です。はい、労働地獄で、あと人間関係にも悩まされるっていう感じだったんですけど、もうこのね一つ目の労働地獄っていうところなんですけど、まあぶっちゃけですね、まあ、この動画見てる人思うと思うんですけど、サラリーマン、やってる方とか分かると思うんですけど、結構忙しいと思いきや、まあ、土日とかは休めると思うんですよ。独立したらですね、もう自分が働かないと売り上げが上がってこない、しかも自分が結果を出さないと売り上げが上がってこないわけなんですね。なので、例えばですけど30万の商品とかを月に、3つ売ったら90万ね、入ってくるわけじゃないですか。でもあの1件も売れなかったら0円なわけなんですね。まあ、そんな感じで、結果を出さないとあのお金が入ってこないということで、もう本当にもう1日何時間ぐらいかな、14時間ぐらい、ずっとずっと、まあ、本業としてね、ビジネスをやってたわけで、まあ、あの1日ね 5,6 人とかアポイント取って営業したりとかもしましたし、まあ、アフィリエイトのね、文章を書くとかもずっと作業してて、そんな感じでですね、過ごしてたわけなんで、もう本当にあの遊ぶ時間もなくて、結局ねあの遊ぶために脱サラしたつもりがねできなくて、ね、ミュージシャンだったわけですから音楽もしたかったんですけど、音楽もまあできないみたいな感じで地獄を味わうわけですね。まあこれだけじゃないということで、やっぱりね仕事をする上で、人と関わっていかないといけないわけなんですけど、やっぱりねあの人と関わるっていうのはね、トラブルがいろいろ起きたりするんですね。で初心者の時とかってもう余計にこういろんな人が近寄ってくるわけなんですね。で当時の僕の価値観としては、詐欺ってきた人が、いたって言ったんですけど、まあ、そういう人とかってもうお金ファーストなあの考え方をしててですね、とりあえずお金が稼げれば、それでいいみたいな価値観だったんで、僕もビジネスってそういうことなんだと思い込んでたわけですね。なので、まあ、稼いだお金をなんかブランド物に使ったりとかして、なくなったりとかっていう生活をしてたから、まあ、余計にこうそういう人が周りに、ね、集まってくるというか、類は友を呼ぶと言いますけど、まあ、そういう人が、ね、集まってきたわけなんで、やっぱりこう騙してくる人も、ね、出てくるというか、まあ、適当な人が多かったんですね。でその脱サラしてから、まあ、1年半ぐらいの間で人間関係のトラブルが3つか4つぐらいあるんですけど、まあ、それはですね、まあ、別途ねあの概要欄に参考動画とか上げておくんですけど、まあ、お金貸して飛ばれたりとか、まあ、他にもね、162万円のコンサルを受けて、詐欺られたりとかね、いろいろあったわけですね。で、まあ、そんなこんなで人間関係に苦しんだっていうのが、まあ、2つ目のね嫌なことだったわけですけど、そういうねあの地獄みたいなお話があったから、あの自動化したいなと思い始めたわけです。まあ人間不信になったんですね、結局。でビジネス始めて2年ぐらいで、まあ本当にあの親友と思ってた人にお金貸してね、飛ばれたりとかして、本当にもう無理ってなって引きこもり始めたんですよ。で引
きこもってる時に、ここから8の自動化したきっかけになるんですけど、引きこもってる時にですね、メルマガっていうのも昔からあるんですけど、メルマガっていうのは自分が1話にこれ流してください、2話にこれ流してください、3話にこれ流してくださいっていうのを設定してたら、メルマガに登録した人に対して1日目にこれ流れる、2日目にこれ流れる、3日目にこれ流れるっていう設定ができる、やつなんですね。でそれの、LINE 版があるっていう風に、言われてて、で当時僕ね公式 LINE を、ずっとやってたので、そこに、プラグインっていうのを入れて、ステップメールがね LINE で流せるような状態を作ったわけなんですね。ステップメールで、結果を出してた人たちの、セールスまでの動線とかね、そういったものを、学ばしてもらって、でそれを、LINE に応用して、自分の商品とかを作ったりとかしてですね、自動化し始めたわけなんですね。で、自動化っていうのはどんな感じかって言ったら、Twitter で発信しますと、ファンになった人が、ブログに入ってきてくれて、でそこに、公式 LINE のリンクが貼ってあるんで、リンクを踏んでくれて、で、ステップメールが LINE で流れ始めて、自分がねやってる企画とかの案内をして売り上げが上がるっていう形なんですけど、それをやることによってですね、どういうことが起きるかというと、自分が働かなくてでもですね、売り上げが上がるようになるので、自分が働く時間を減らして、遊ぶことに使ったりとか、別の事業をする時間とかにね、使うことができるわけですね。なので、それをやりたくて、やったっていうのがきっかけなんですけど、それがね、完成して、大体半年ぐらい経ったあたりで、何もしなくてもというか、ツイッターをしてるだけで毎月100万ぐらいね、入ってくるようになったっていうのが、ここまでのね、お話で、今はね最高自動で800万とかね、月に入ってくるようになりましたということなんですね。で、なので、他のね事業を立ち上げたり、ストレスポイ捨てサロンっていう、サロンね、やってたりとか、他にね、セミナーのね講師をしてたりとか、イベントとかねオフ会とかやってたりするっていうのが今の僕です。でですね、今日のね最後にめちゃくちゃ伝えたいことなんですけど、人生っていうのは本当に一回きりなんですね。なので、お金、目先のお金をね、めちゃくちゃ大事にしたい気持ちはわかるんですけど、とにかく時間がね一番大事なんで、時間を作るっていうことを、意識して動いてほしいんですけど、そのためにはやっぱり自分でね労働しなくてもお金が入ってくるようにしなきゃならないって、お話で、その不労所得みたいなお話を聞いたことがあるんですけど、本当にそのワードだけ聞くとめちゃくちゃ怪しいかもしれないんですけど、もう世の中の社長さんって基本的に自分が働かなくても売上を、上げれる仕組みっていうのを作ってるから、あんな感じでねゴルフとか、想像してる感じの生活がね、できるわけなんですね。そういうね、仕組みを作った人だけがやっぱり裕福になれるっていうのも、僕ビジネスして3年半経って、初めて気づいたことなんで、実際にですね、皆さん今初心者かもしれないんですけど、とりあえずゴールをですね労働じゃなくて、月収100万稼ぐことだけじゃなくて、仕組み化してですね時間ができる、自分のね、好きなことをする時間とか、他のことをする時間とか、家族にね、注ぐ時間とかでもいいんですけど、そういう時間を、作れるような動きっていうのをぜひしてほしいなということですね。今ね10代の方、20代の方、30代の方、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、今が一番若いんで本当に今動くしかないんですよ。これだけは絶対に言えるんですけど、本当にお金は別に稼いだら手元に入ってきますけど、時間っていうのは絶対に返ってこないんで、時間をマジで大事にしてほしいです。やっぱり1秒ね無駄にするだけでも結構老後に後悔残ると思いますので、そういうね後悔をしたくない人とかはですね、僕 のチャンネルとかで学んでもらってもいいし、Twitter とかでね、学んでもらったらいいと思います。本当にね時間を作るだけでこんなに楽かっていう風にね僕自身も実感してるので、ぜひですね皆さんも、自動化をね学んでいただいて、今後のね生活に生かしていただければなという風に思います。ということでですね、今日はね僕の自己紹介を、させていただいたんですけど、いろんな人生を送られてる方いらっしゃると思います。で僕より、辛い、思いをされた方もいると思いますけど、僕もねいじめられてた身として、思うのはやっぱりこう諦めずに自分を変える努力をし続けてよかったなという風に思いますので、自分はダメだと思わずに、自分を変える努力っていうのをし続けてほしいなと思います。今日はねこれが伝えたかったっていう感じですね。はい、ではね、今日の動画は、以上になります。ありがとうございます。